い、どうも皆さん、こんにちは、ゆきでございます。ということで、本日が4月の13日火曜日、時間がですね、午前10時35分というところで、今日の動画を撮影しております。今日皆さんに元気と情報をお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで、僕のチャンネルでは365日休まず仮想通貨のチャートを追い続けてきた僕のチャート分析をメインに、その時になったリアルタイムの仮想通貨にまつわるニュースなどなどを楽しくお送りするチャンネルとなっております。仮想通貨に興味がある、仮想通貨の投資を始めてみようかな、 FX に興味があるという方でね、チャート分析ちょっと苦手なんですっていう方はね、ぜひ、チャンネル登録ボタンを押してグッドボタンを押してね、引き続き動画を毎日見てもらえると、僕と同じレベルでチャート分析ができるようになりますので、ぜひねチェックの方よろしくお願いいたしますという方で、さあ早速ね、今日も始めていくんですが、今日はですね、もう皆さんお待ちかねだったと思いますが、お待たせしましたという感じですが、4月の13日本日の21時9時からは僕のねライブ配信、スタートいたしますので、ぜひね、ご予定が空いている方は遊びに来ていただけたらなと思います。はい、ただですね、僕のライブ配信は昨日もね注意点として挙げましたが、真面目にチャート分析する、ライブ配信でもないし、別にね仮想通貨の話しかしないっていう、そういったねライブ配信ではございません。ファンの皆様と触れ合うね、場としてライブ配信をやっておりますので、ぜひね楽しみたい、遊び、あのゆきさんと遊びたいっていう方はね、遊びに来てもらえるとすごくね楽しんでいただける、満足していただけるような内容になっているんじゃないかなと思いますので、そういった方は遊びに来てはいかがでしょうかということで、いや早速ですね、今日の本題に入っていこうかなと思います。で、今日はねライブ配信で多分ね2時間ぐらい使うから、さらっと、いつもね、最近30分超えみたいな感じのね、超こう、ボリューミーな動画になってるけど、今日はちょっとさらっとめにね、終わって、ライブ配信を、に向けて僕もね、準備していかないといけないかなというところでございますので、そのあたりをちょっとご理解ご了承いただけたらなと思います。はい。ということで、今日はですね、内容としては気になるニュースが1件、で、いつも通り時価総額ランキングを見て、で、ビットコインの円建て、で、いつも通りですね、バイビットの、チャートに移りましての、ドル建て、ビットコイン、イーサリアム、リップル、エーダちゃん、ドットちゃんだよということで、5銘柄ドル建てです。今日はね、チャート分析というよりは、まあ、僕の今見ているところプラス、どっちが強いのかな、弱いのかなっていうところを、まあ、皆さんにお伝えできたらいいのかなというところで思っております。はい、ということでね、始めていこうかなと思いますが、今日のね、1件目のニュースはこちらでございます。いや、急によ、ほんまに。もう散々リップル、もう、なんかもう叩かれまくってきて、急になんかこう、ね、昨日の、裁判沙汰がちょっとね、こう、いい方向に向かったと思ったら、もうリップルのいいニュースばっかり出てくるみたいな、後押し後押しみたいな感じで、リップルのいいニュースがどんどん出てきますが、リップルちゃんですね、なんと、DeFi で利用可能になると、これ結構でかいよね。もう DeFi って言ったらもうね、この仮想通貨が盛り上がった一つのね、ワードというか、パワーワードというか、になってるもので、だと思うんですが、今回そのね、DeFi で利用可能になるんじゃねえのっていうのがニュースで入ってきております。はい。で、ワンチェインっていうね、導入によりエコシステム拡大へというところも入ってきておりますよというところでございます。このあたりはリップルにかなり後押しになるんじゃないかなというところですね。はい。で、中国系、総合運用プロジェクト、ワンチェインは、10日、仮想通貨リップル専用の分散型クロスチェーンブリッジが近々メインネットで稼働始めると発表と、ワンチェインやイーサリアムで上で DeFi 分散型金融活動を行うことが可能になるとしたよというところでございます。いやいやいや、リップル強く上がっていくんじゃねえのって、ようやく追いついていくんじゃねえのっていうところでございますが、まだね、そう決まったわけじゃないけど、期待できるようなニュースかなと思います。で、僕が一番気になったところ、もうここだけみんなに伝えておきたい。ワンチェーンよ。で、中国系よ。じゃあさ、創設者絶対ワンさんやと思うやん。うん。ね。思うでしょ？思ったでしょ？僕も思ったよ。ね。ここ書いてあります。創設者で CEO のジャック・ルー。ルーっていうね。ワンちゃんかいっていうね。もうこれ大阪人やったら突っ込まざるを得ないような、名前になっておりますが。はい。ルーチェインでよかったんちゃうんかいってなるよね。そうやったらね。はい。まあいいか。まあワンさんっていう人多そうやからな。なんかイメージよ。勝手なイメージやけどね。中国の方ワンさんって多そうやから、ワンさんなんやろなと思ったら、ジャック・ルーっていうね。ちょっと名前かっこいいっていう。はい。そんなんどうでもいいよ。何を笑ってんの？全然の、もう置いといて、それは。もうほんまに。ほんまに。しょうもない話ばっかりするから結果30分になるんちゃうっていうね。もういつも言ってるけど、治れへん。もうね。これスペックやから僕、しゃあない。はい。で、今後、もう真面目な話戻すで。はい。今後、仮想通貨リップルを活用した流動性マイニングやエイルドファーミングが可能になると発言と。で、ワンチェーン上の DeFi アプリであり、ワンスワップとか、まあ、最近ね、結構、スワップってついてるの多いですよね。はい。ワンスワップ、パンケーキスワップとかね。はい。ワンラン、レンドとともに、イーサリアム上の DeFi プロトコルと、も活用できると説明したと。はい。で、ルーちゃんは、国内上場銘柄のファクトムの共同設立者として、プロジェクトの立ち
ち上げに携わった経歴を持つよと、まあ素晴らしい経歴を持ってはるよっていうところもございますと。はい。で、ワンチェーンはスマートコントラクト、これね、スマートコントラクトってなんなんて結構聞かれるんですけど、これ本当にね、まあ正直 Google さんにね、スマートコントラクトって入れたらね、もうその説明文が出てくるから今更言うのも恥ずかしいんだけど、スマートコントラクトっていうのはよく自動販売機で表されますよっていうところでございます。まあ自動的に売買契約が成立するっていうことになるんですけど、まあ、どういったことかっていうと、自動販売機って、まあ、130円ピョンピョンピョンって入れて、で好きなジュースポチッと押したらゴロンって出てくるやん。だからそのチャリンチャリンチャリンコインを入れてボタンを押した時点で売買契約が成立してますよ、でジュース買えましたよねっていう、まあ、状況のことを、まあ総称してというか、まあ、スマートコントラクトと呼ぶと思っておいてもらっていいんじゃないかなと思います。で、まあ、調べたらそのような言葉が出てくるので、まあ、そのままの飲み込んでおいてもらっていいかなと思います。特に深く入り込まなくてもいい、まあ、言葉ではないのかなっていう感じは思いますね。はい。で、活用している異なるブロックチェーンをつなげる、プラットフォームを提供する、総合運用、インターオペラビリティ。今日ちょっとよく、あれね、口もあるね、プロジェクトだと。すでにビットコインやイーサリアム、チェーンリンクなどが導入されていますよ、っていうのが書いてあります。はい。で、ワンチェーンの他にも、2021年の、後半には、リップルのユーティリティフォークであるフレア。フレアネットワークがメイン、ネットのローンチを控えていますよっていうところもありますよと。はい。で、フレアネットワークは、仮想通貨リップルにスマートコントラクト機能を追加、を、計画するプロジェクトだと。はい。で、米リップル社の、投資部門エクスプリングが、出資を行っており、イーサリアム仮想マシン MEVM エヴァ違う間違えた EVM などを活用することがで、安全で分散化された、スマートコントラクトネットワークの構築を目指すよというところも書いてありますよというところで、まあね、リップルに追い風になるようなニュースがまあ次々に出てきますので来てますので、まあリップルのね、時価総額ランキング3位の奪還もまあなくはねえんじゃねえかというところで思っておりますよという感じでございます。はい。まあ別に僕、リップルが嫌いとかそういうわけではないので、そのあたりは、まあフラットに見て、まあ追い風が吹いてんじゃねえのかなっていうところです。ただ、もうバイナンスコインがね、異様に強すぎるから、ここを奪還しようと思うと、まあ本当に、ビットコインがこの600万まで上がってきた時の上昇ぐらいのものを見せないといけないんですが、やっぱりね、そこで気になってくるのがリップルは、中央集権型であるっていうところね。非中央集権型ではないので、まあそのあたり価格操作が入ってきたりとかもするんかなっていうところはありますが、はい、以上そういったところの期待も、ありますよというところです。はい。で、続きましてが時価総額ランキングずらっと見ていきましょう。結構ね、赤文字、プラス文字が多かったりとか、まあけど明暗くっきり分かれてる感じかな。はい。ユニスワップちゃんがねプラス 20%、でかいですね。でかく大きく上げてきておりますよというところでございます。ほい。で、パンケーキスワップ、よいしょ、それ置いとこう。よいしょ、よいしょ案件ね。エンジンコイン、見ていきましょう。333円。ちょっと落ちてきましたね。なので、まあ、若干の押し目をつけての、まあ、上げるための下げっていう可能性は全然あるかなと思いますが、4時間足レベルでは短期線抜けてきちゃいましたよっていうところ。はい。ただ、ま、一応安値はしっかりとね、まだ切り上げてる状況なので、まだね、下降トレンドに入ったよっていうわけではないかなというところでございます。まあ、日足見てもらってもわかるかな。日足見てもわかるように、まだ全然ね、この、切り返しライン290円、300円割らない、300円を、実体で割ってこない限りは、まだ全然上を目指せるような、価格帯かなと思います。なので、300円というより290円かな。290円を、がっちり割ってきたぐらいのところから、ちょっとね、意識的に、分散的にね、買い増ししていこうかなっていうのが、まあ、ちょっとこう、戦略を立てれるかなっていうところですね。はい。なので、300円でバウンドして一気にまた400円に戻ってくるっていう可能性は全然ありえますので、まあ、このあたりはちょっと注目が必要かなというところです。はい。だから今回のね、大きな上昇があった時も、220円からの一気の410円ぐらいかな、ぐらいまで上がってますので、まあ、このあたりはね、そういった形の上昇っていうのは期待できるかなというところでございます。はい。なので、もし、買いを、検討するのであれば、290円からかなっていうところですね。はい。まあ今買って例えばですけども、今ねだいぶ押し目はつけてきてるので、今例えばですけど3分の1買って、でその残りの3分の2を、まだ再びね分散していくみたいな買い方でも全然ありかなと思いますがっていう感じですね。はい。まだね完全にもう今やっていうところではないので、ただちょっと買っていくタイミングが難しいという方はそういった買い方もできますよっていうところだけ参考にしてもらえたらと思います。はい。で、続きまして、よいしょ、ビットコインね。これね、ちょっとね、ビットコインがね、すごい難しいところに来てて、難しいというか、円建てとドル建てで、だいぶね、チャートにね、ズレが出てきてるんですよ。
結構ねこういう時期が来たりするんですけど、これね、まあ実際なんですけどね、実際のところまず一つ目が昨日の三角持ち合いって言ってたところ一回上抜けました。で、裏タッチングロペス買っていこうよっていう話をしてたんですが、円建てで見ると裏タッチングロペスは基本的にはそこまでがっちりせい、あ、まあ、これ僕あれかな、引き直したんかな、うん、ギリギリ効いてなかったかなっていうところで、まあ今回に関して言うと、加減の線は効いてるのでそのままキープです。円建ては加減の線が効いてるのでそのままキープでいいと思います。で、ここでね、今日のゆきのお役立ちコーナー、パチ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 どん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 パフパフということでね、今日のお役立ちコーナーをちょっとやっていきたいんですけど、ただね僕ねこれねちょっと手抜きするというか、あの僕 FX スクールっていうのはね、YouTube の動画上、再生リスト見てもらったらあると思うんですけどやってるんですよ。で、そこでね僕線の引き方っていうのをやりたかったんですけど、正直ですね、踏み込めば踏み込むほどもうね、なんていうかな、深く広すぎて、もういろんな書籍も参見してるし、まあ諸説ありすぎてもう説明しきれないんですよ。なんで僕が線を引くときに注意しているところっていうのをここでねポーンってポロッと言ってしまって、で、あともうその線の引き方は一旦忘れてもらって、チャートパターン系をその FX スクールではやっていきたいなと思ってるので、ちょっと今日でねもう一旦FX スクールでずっと僕足踏みしてたところをもう一段飛ばしで飛んでいきたいと思うので、ここちょっと聞いておいてください。はい。で、線の引き方で注意するところなんですが、まあ一つ、水平線って言われる線と、トレンドラインっていう斜めに引く線があるんですけど、僕が一番、注目しているのはトレンドラインっていうのは斜めに引く線、斜め線なんですけど、この時の一つ注意点がですね、2点で繋いだらどこでも引けるんですよ。2点ってどこでも引けるっていうのはちゃんと覚えておいてほしいんです。なんでかっていうと、2点って、例えばですけど、この短期間の2点でも引けちゃうわけですね。こういう感じ。この2点で引けちゃうわけなんですよ。けど、この2点で引けたところで、まあ、無意味というか、あんまりどこにも効いてないですよね。うん。これって結局、2点はどこでも引けるがゆえに意識されにくいんですよ。じゃあ、どこで判断すればいいかっていうと、一番大事なところは僕は3点目だと思ってます。3点目。3点目を引けたら、ようやくトレンドラインであるっていうふうに僕は、僕のね、持論よ。これはあくまで僕の持論。3点目が、しっかりと効いてきた時点で、そのトレンドラインっていうのが意識されているであろうっていう仮説を立てていきます。はい。ただ、2点目。この、2点は確実に意識されるであろうっていう、まあ、これはもう経験則。経験則で、この2点は確実に意識されるであろうっていうラインを引いた上で、3点目を狙っていくっていうこともします。が、基本的にはトレンドラインであるっていうのを確定というか、ある程度強いトレンドラインだなっていうのを、推測できる状況にするっていうのであれば、第3点目が効いているっていうことがすごく大事になってくるっていうのだけ覚えておいてもらったらいいかなと思います。はい。なので、例えば今ね、この赤のライン、このラインがあると思うんですけど、このラインね、このトレンドライン、下限の線、これ効いてるって言ったのは、1つ目、2つ目、3つ目が効いているから。だから、4つ目も5つ目も出てくるっていう感じですね。要はこの3つでみんながこれトレンドラインやなっていうのを意識をしたっていうことですよ。うん。だからここの2点までやったらまだわからない。わからなかったけど、3点目が出たことにより、4点目、5点目が出てくるっていうことが、まあ仮説が立てれるっていうこと。なので、これを背にトレードしていくっていう形になってくるので、まずは、トレンドラインを引くときは、2点目で判断するのはちょっと初心者の方だと難しいので、3点目が、効いた時点でトレンドラインであるっていう仮説を立てた上でのトレードっていうのが、まあ基本的なおすすめ、僕のね、個人的なおすすめになりますよっていうところだけ覚えておいてください。はい。2点じゃ、成立しないっていうところ。なので、トレンドラインであり、あっても、水平線であっても、何が一番大事かっていうと、みんなが意識するかっていうのが大事なんですよ。ここが一番大事。ここだけしっかりと押さえてください。例えばですけど、いろんな線を引いてね、あ、ここ2点でトレンドライン、水平線、ここ、トレンドライン、水平線、トレンドライン、ごぼう星ができた、わーい、素晴らしい、みたいなことにはならないわけですよ。
こんな五芒星誰も意識してないから、エロイムエサイムエロイムエサイムってね、あの六芒星書いてる場合じゃないのよ。あのしっかりとみんなが意識するであろう、あこのあのエロイムエサイムっていうのは、あの悪魔くんっていう僕の時代の人しか知らんアニメのね、あーバランカバランカ僕らの悪魔くんトゥン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 っていうね、あの僕の年代の人やったら、あ聞いたことあるってなってる人いるかもしれませんが、これが悪魔くんの主題歌ですね。あのですが、六芒星以降が五芒星飛行が、無意味なわけですよ。はい、なんで水平線を引くか、なんでトレンドラインを引くかっていうのを一番最初に、理解しておかないといけない。それは何かっていうと、みんなが意識するであろうラインを見つけ出すっていうこと。うん、だから、水平線引くときも一緒。例えばですけど、これね、円建てやったら引けるんで引いときますが、よいしょ、この、直近高値のところに線引きますよってしますね。そうするとこの665万円っていうところが2回目抵抗されてますよね。ここで1回665万円止まりました。あ、ここ直近高値から意識したいなと思って水平線引きました。水平0でもいいです。水平線でもいいです。引きました。あ、2点目意識された。じゃあ、ここはもうやっぱ意識されてるんですよ。じゃあ、次、ここ抜けてきたところ、今ちょうどそこまで上がってきたけど、ここ抜けたところから強いと判断ができるということですよね。だからここをすごく考えた上でラインを引いていくと、うわ、ここ抜けたら強そうやなっていう仮説が立てれたりとか、あ、ここを背にトレードしたら、あ、ロング取れそうやなっていう仮説が立てれたりとかするようになってくるので、あとはもう本当にね、引くしかないよ。もう、落書きやろうが、お絵描きやろうが、するしかないのよ。まあ、お絵描きは僕みたいにお絵描き、こうやってね、あの、フリーで線引く必要はないと思うけど、皆さんはトレンドライン、いっぱい引きまくる。トレンドラインも水平線もいっぱい引きまくる。で、効かなかったら修正したらいいだけ。誰も、あの、その間違った線を引いたら死ぬなんて言ってないでしょ。はい。なので、練習はただなので、なんぼでも線を引いて、どん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 精査していきましょう。はい。そうすると、精度が上がってきて、一発で、あ、これ効いてくるであろうラインっていう、さっき言ってた2点目で、ここは効いてくるんちゃうかなっていうね、仮説が立てれるようなラインを引けるようになってきます。そうすると、誰よりも早く3点目でトレードしていける。けど、4点目、5点目になってくると、どうしてもね、ちょっとずつ鮮度って言って落ちてくるんですよ。で、抜けやすくなってくる。どんどん、距離が長くなればなるほどね、6点目7点目8点目9点目ってなってくると、どうしても、そのラインがスポッて抜けてくる可能性も高くなってきてしまうので、できるだけいち早くトレンドラインであり水平線は見つけれた方がいいんですが、それをしようと思うともう本当に修練のみ。もう僕と同じ線を引くでもいいし、自分で独自の線引きまくって、あこれ効いてそうやな、これ効いてない、あこれ効いてないから消して次また新しい線引くっていうのを繰り返し繰り返しやってみてください。もうここはもう反復練習なので近道はありません。はい。なので皆さんもぜひね、この動画を見終わったらラインを引きまくる、引きまくって、この線引いてるから、据え置きで、この線引いてないから消して、もう一回新しく書き直す、修正するっていうのをどん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 やってみてください。はい。で、そこで、今回の本題に戻ってきますが、チャート分析ですね。もう17分も経ってるやん、今日30分せえへんって言ったのに。ここからはちょっと駆け足でいきますが、一応ね、今現状この三角持ち合い昨日の状況で出してましたが、正直ですね、この円建てでいくと、この、上限の線っていうのが、ほぼ効いてなかったと言ってもいいんじゃないかなというふうに思ってますので、このラインは、消します。で、次新しく出てくるのが、今言った、ちょうど言ってたね、この665万円っていうところの、水平線ですね。はい。ここが僕は効いてるんじゃないのかな、ここ抜けてくると強いんじゃないのかなっていうのを考えておりますので、今現状がここでようやくアセンディングトライアングルっていうことが出てくるわけですね。まあ俗に言うインシャル D チャートってやつですよ。はい。まあどういうことかっていうと、結局ね、安値は切り上げれてるのに、高値は一定である。高値は切り下げれてないんですよね。要は売り側の人たちが高値を切り下げるだけの売りを浴びせれてない。けど、買い圧の人たちは買うことによって、安値をどんどん切り上げてこれてる。じゃあ、今現状どっちの勢力図が強いんですかっていうのは、今の言葉で分かってもらうと思うんですけど、こっちの方が、勢力が強いってことですよ。買いの方が勢力が強い。切り上げれてるから、なぜなら。安値の売り圧の人たちは切り下げれてないからっていうところ。なので、ここで、アセンディングトライアングルやと。じゃあ上に抜けやすい形やねっていうのが、まず一つ仮定として立てれると。そうすると、どっちかっていうと上寄りのシナリオを立てることができてくると。はい。ただ、いつも言ってますけど、上下、どちらにも、シナリオっていうのは、立てておかないといけないので、あり得るので、下への、シナリオっていうのも頭の中には描いておいてください。はい。で、しかもですね、三角持ち合い系、まあ、このアセンディングトライアングルも持ち合い系の一つになってくるんですが、この三角、アセンディングトライアングルでいくと、まあ、一応ね、上には抜けやすいけど、
下にも抜けてくるっていうのは、覚えておいてください。はい。下に抜ける可能性もあるよっていうところは覚えてください。絶対上に抜ける、チャートのパターンではないっていうところ。まあ、絶対上に抜けてくるチャートパターンなんてありえないんですけどね。はい。上に抜けやすい、パターンであるっていうところ。だけど、一応下にも抜けてくる。じゃあ、その下に抜けてくるパターンっていうのを、どこで判断するのっていうと、結局ね、この高値の切り上げライン。あ、ごめんなさい。安値の切り上げライン。要はと、トレンドラインですね。下限の線。この線を抜けてきたら、一旦、まあ、やり直しというか、シナリオの立て直しっていう形になるよっていうところだけ覚えておいてもらえれば、今日のね、僕がチャート分析で何を伝えたかったのかっていうのは分かっていただけるかなと思います。はい。で、今、ちょうど665万にタッチして、ちょうど今、上髭で出してきてますが、ここ今、攻防してるわけですね。いやいや、俺らは抜けさせへんぞっていう売り圧と、ね、いやいや、俺らを勝ってね、上に上げたいんやっていう人たちの買い圧と、はい。ブルとベアの戦いが今、ここで攻防戦が行われてると。で、ここでですね、こんだけ切り上げてきた、開発の人たちが買ってしまうと一気に爆上げっていう可能性が出てきますよっていうところは覚えておいてください。はい。ただ一旦ね、ここで売り圧が入って、下限を、目指してくるにしても、このトレンドラインっていうのを抜けるまでは僕は上でいいと思うので、トレンドラインタッチ、を背に、タッチ、もしくは背に、ロングでトレードするっていうのは僕はありかなというふうに思います。はい。なのでこのあたりはね、ぜひ参考にしていただけたらなというところで、円建ての、チャート分析を終わりましょう。ほい。で、続きましてが、どれだでございます。ここからバイビットね。はい。でずっと言ってるけど、一応ね、僕のファンでこうやってね、僕の動画毎日追っかけてくれてる方は、できたらね、本当にこれはね、僕からの、お願いなんですけど、僕別にね、塾を高額塾でね、皆さんになんていうかな、勧誘したりとか別に何もしてないので、ここだけ一つだけお願い聞いてほしいんだけど、一応ね、僕のね、動画の概要欄の一番上のところにバイビットの講座解説用の URL を貼り付けてます。そのリンクから講座を解説してくれると、まあ僕とね、皆さんが紐づくような形になります。で、できたらそのね、僕のリンクからの講座解説っていうのをやっていただけるとすごく嬉しいです。はい。で、僕のね、その、リンクから講座解説したので、トレードしてもらったり、チャートのね、分析の練習をしたりとかっていうのができますので、ぜひね、そちらは、皆さんね、講座解説の方よろしくお願いいたします。ということで、ドル建てに移っていきますが、で、何がね、ドル建ての変化が出てきたかっていうと、さっき僕ね、円建てで見たときに、アセンディングトライアングルですよねっていう話をしたんですが、これね、ドル建てやとアセンディングトライアングルではないんですよ。どうやってもね、若干の切り下げがあるし、で、もし実体で引いた場合、まあ、ある意味まだ三角持ち合いの中にあるっていう感じになるんですよね。なので、上下の判断はしづらいんですよ。ただ、今ね、ちょうど、上限の線いっぱいまで来てるので、実体で引いた時のね、ここをどっちみち上抜けてくると上が強いのは間違いないかなというふうに思います。で、なおかつ今現状もね、開発の方が強い状況ではありますので、チャートを見る上ではね。はい。なので、このまま上に抜けてくる可能性は全然往々にして起こりうるかなっていうところ。ですが、一応ね、一つ、訂正しておくと、昨日の三角持ち合い。確かに裏タッチングロペスで一旦ね、サポートされたんですが、そっからちょっと横横してしまったことによって、この三角持ち合いじゃない、なかったなっていうのが、ちょっとふわっと流れてきてます。空気感がね。なので、この下限の線をちょっとね、訂正したいなっていうところを、ちょっとね、お伝えしておきたかったんです。このラインですね。このラインが効いてるのが間違いなくなってきたので、4時間、これ今1時間足でちょっと実体で引いてますけど、実体で引いてますが、よいしょ。ここね、下限が、1、2、3、4、ヒゲも含めてね、5点で効いてるというところで、この下限の線が効いてるっていうのはほぼほぼ間違いないかなっていうところで、今現状上の線、上限の線が1点目2点目で3点目ができるかどうかっていうところですね。で、3点目でポーンと上に抜けてくるっていう可能性が結構ね、セオリー的にもよくあったりするんですけど、このあたりがちょっと注目ポイントになってくるかなっていうところ。はい。で、ただ直近高値である、で、ここね、上髭をつけたところと実体で固まったところを水平線で引いてくると、ちょうどね、6万1000ぐらいなんですよね。6万1500ぐらい。この6万1500を超えれるまではちょっとね、もうこっからはもう上がかなり強い、上が 80% ぐらいまで、来るんじゃねえのぐらいの強さの上はまだ、言うのは早いかなというところでございます。はい。なので、この一応ね、この高値の切り下げラインをブレイクアップ、ウェイクミーアップ、ウェイクミーアップ
今歌わんとこうと思ってんけども勝手に口が歌ってたわ。ウェイクミーアップした場合は、一応ね、61,500は見ていいかなと思います。で、61,500で一旦利確、検討してもらって、そっからもう勢いよく抜けていくのであれば、僕はね、もう全然ここからは、戻ってきたところ押し目を買っていく戦略が十分通用するような強い上昇っていうのが起こるんじゃないかなっていうふうに思っております。が、61,500が抜けれないんであれば、一応ね、この3番天井というか3点天井というか、まあヘッド&ショルダーみたいな形になるんですけど、この3つの天井で天井圏を作ってしまって、一旦大きく下落してくるっていうパターンも、起こり得るかなと思ってますので、61,500っていうのはちょっと注目、しておかれるべきポイントになってくるかなっていうところですね。はい。まあ、ただその6万ドルのね、攻防戦がかなり、長期化してるので、6万ドルのこの攻防戦、まあ俗に1万ドルの攻防戦みたいなもんですよ。6万ドルをしっかり、ブレイクして実体で固める、1時間足4時間足とかでしっかりと、数本ローソク足をキープできることができれば、がっつり上に上がってくる可能性はまだ全然あるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。もう25分やな。結局今日30分やな。 OK もうしゃあないこれはOK。で、続きまして、イーサリアム行こうかなと思います。イーサリアムが、結果的にもう僕のね、言ってた通りになっちゃったんですけど、2100ですね。2100がやっぱり硬い。うん。ので、この2100っていうのを割ってこない限り、しっかりと実体でね、このゾーンっていうのを割ってこない限りは、僕はイーサリアムも上でいいと思います。はい。ただ、一応ね、このね、今ちょうどね、抜けてきてくれたんで強いなと思ってるんですけど、この2150、ここもね、かなり上値が重たいんですよね。しっかりとした蓋をされてるので、で、ここね、2150抜けた後、ここで、ここがポイントなんですけど、抜けたけど、やっぱりここはね、いやいや、まだ抜けさせへんでって言って落とされたポイントなんですけど、やっぱりね、この2150を上抜けた後に、例えばですけど、2150を背に、一回ワンクッション置けて、押し目をつけて上昇してきたりとかすると、またね、オールタイムハイに入ってくるような上昇っていうのが見て取れるんじゃないかなというふうにね、イーサリアムも思っておりますので、まあ、かなり上は強いですよっていうところは、先に、置いておきますが、一応ね、2100を割るまでは、僕は上目線、で、固めていこうかなというところでございます。ただ、イーサリアムも、2200、ここもね、どうしても上値が、硬いんだろうなっていうところですね。2200もこの辺りもね、しっかりとぶち抜いてこれるんであれば、もうね、ほぼほぼ、上で固定してもいいんじゃないかなぐらいの、勢いが出てくるんじゃないかなと思いますので、このね、2150から2200までの間、この辺りの攻防戦っていうのは注目、要注目、要チェケラーブーンプホホフェイっていうね、ところかなというふうに思います。はい。で、続きましてがリップル。リップルはね、かなり強い。やっぱりね、いいニュースもいっぱい入ってきてるし、今までがね、今までやったので、かなり強い状況かなと思います。で、今、何を僕が見てるかっていうと、ここですね。ソーサーボトムっぽくなってる。ここはやっぱり強いポイントですね。ただ今ね、現状がここ、ちょうどジャスティーなんですけど、1.46 とか、その辺かな ?1.46 付近っていうのが、前回の直近高値ってやつですね。ここで今抵抗されたわけですよ。じゃあ、こっからどういう、パターンを、意識すればいいかっていうと、カップ&ハンドルを意識してくるんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。ここでハンドルを作ってこれる、これたら、僕はね、リップルはもう一段階上がってきて、2ドル付近まで上がってきてもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、ここのパターンっていうのはちょっと頭の中に描いておいてもらってもいいかなというところですね。なので、このね、ハンドルじゃあどこで作るかっていうと、まあ、あとはね、フィボナッチとかでね、応用してもらったらいいかなと思うんですけど、今現状のこのね、安値から高値までの、よいしょ。フィボナッチ引いてもらって、だいたい 0.38 にやったら 1.4、割るか割れへんかぐらい、1.4 ドルぐらいでサポートされるんやったら、このまま綺麗にね、よいしょ、ハンドルをつけてきて、上昇に転じる、ような形も見えるんじゃないかなというところ。ただここはでも本当に直近のプライスアクションっていうのを見ないとわからないので、これはもうあくまで今お絵描きしてるだけです。僕の妄想も込みです。ポジショントークも込み。全部込み込みで、カップ&操作、ごめんなさい、カップ&ハンドル、作ってくるんじゃないかなという想定をしておりますよっていうのだけお伝えしておきます。はい、なので0.5だったら 1.39 とか、まあ、要は 1.4 を割るか割れへんかっていうところの攻防で、まあ、下髭とかつけてきてくれるといいかな。この辺りでピンバーとか出てきてくれたらすごく、助かるかなっていう感じですけど、この、あたりでサポートされる動きがあればハンドルを作って、ぶち抜いてくる。で、その場合は 1.46、 ここを抜けて 1.47 かな、 1.47 をぶち抜いてきたら本格的な上昇が始まるんじゃないかなというふうに思っておりますので、このあたりはぜひ参考にしてみてください。はい。で、続きましてがエイダちゃん。長今日もう28分やん、やべえ。
エイダちゃんですね。エイダちゃんもかなり強いかなと思ってます。で、これがね、結構ね、水平線と言われるところで、強いんじゃないかなって思うポイントなんですけど、ここ。今引いたところね、ちょっとピンクやとピンクだらけやから、黄色にしようかな。イエローライン今引きましたが、こういうところが要は、効いているんじゃないかなっていう水平線。この上根が抑えられた2点ですね。で、プラス、ここでサポートされているところっていうのが、要は、レジサポ転換が起こっているライン。こういうところは結局ね、強く意識されているであろうという仮説が立てれるラインになりますので、こういったところを背に、トレードしていくのは僕はありかなというふうに思っております。はい。なので、今現状はね、エイダちゃんもかなり強い状況であるっていうところなんですが、1.25 ぐらいかな、 1.26 か、 1.26、 1.27 ぐらいまであるんかな、 1.27 から 1.26 ぐらい、ドルぐらいの、ラインを割ってくるまでは一旦僕は上を見ていっていいんじゃないかなっていうふうにエイダちゃんも思っております。はい。で、最後はドットちゃんだよっていうことで、ドットちゃんが一番ね厳しい状況ではあるんですが、まあ一応ね、他仮想通貨、が全般的に上がってくれば結果的に上がってくるので、そこに関してはまあ今の現状のね、このヘッド&ショルダーとかが、効いてくるっていう可能性はな消えてしまうんですが、一応ここがね、もう完全にヘッド&ショルダー決まっちゃってるんですよね。ネックラインデーがちょうどね40ドルやったんですけど、まあ一応なんとか40ドル戻してきてますから、戻してきてるので、ここは40ドルを耐え抜いて上に上がってくる、他の仮想通貨についていく、追従して上げてくるっていう可能性はあるんですが、一応もし40ドルを実体で割ってくるとかなり厳しい状況だなっていうのだけ、頭の中に入れておいてもらえると、ドットちゃんだよのところは、ある程度ね、チャート分析の方できるかなと思いますので、このね40ドルっていうのを境に、皆さんの、トレードにお役立ていただけたらなというふうに思います。はい、ということで以上で終わりたいと思います。今日はちょっとお役立ちコーナーでね時間取っちゃったから、結局30分喋ってるやないかーい、ということでね、こっからライブ配信でまだ2時間喋んねんで、俺頭おかしいなお前はい、というわけで今日はね、一応まあどっちみちこの後もねライブ配信で皆さんに会うんでしょうが、この後、4月の13日21時9時からはライブ配信がありますよっていうところだけ押さえておいてください。予定が空いてる方、僕とねちょっと楽しくこうおしゃべりしたい方は、遊びに来てもらえると皆さんのねコメントは必ず読みますので、僕は1000人超えるまではね、チャットに書かれた質問とかね、僕に対するコメントに対しては全部触れていくっていう形はね、継続していこうかなと思います。どこまでできるか分からへんけどね、予定は未定ですが、どこまでできるか分からへんけど、基本的には皆さんのチャットを全て読み終わるまでは、ライブ配信が終わらないっていう形でね、やっておりますので、ぜひね、皆さん楽しく、ちょっとね、楽しくゆうきさんと触れ合い、おしゃべりしたいなっていう方は、ライブ配信の方遊びに来てください。はい、あとはね、途中にも言いましたが、バイビットのね、講座解説ですね、はできたら僕のリンクから、解説してくれると嬉しいです。はい、僕のねチャンネル、まあ大体まあ7000円ぐらいかな、7000人強ぐらい、いらっしゃいますが、皆さんが解説してくれると、すごく僕は嬉しいですよ。はい、まあいろいろあるのでね、担当の人からね、最近ちょっと講座解説の方あんまりされてないですよとかって言われたら、ね、やっぱり悲しいので、できたらね、皆さんのご協力をいただけたらなというふうに思います。はい、なので講座解説まだ、もしくは講座をもう持ってるけど、まあ普通に自分で解説した他の人のリンクを踏んで解説した方も、もしね僕のファンでいらっしゃるのであれば、ぜひですね、僕の動画の概要欄の、リンクから講座の方、解説の方よろしくお願いいたしますということで、今日はね以上で締めくくらさせていただきたいなと思います。はい、というわけで今日のね9時からまた皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。また今日の21時9時からのライブ配信でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、リアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー、質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。